それは焼けつくような日差しが降り注ぐ連休初日、行楽地がにぎわいを見せる夏の日の午後でした。私たち日本大学テニス部のメンバーは都会の喧騒を離れ高原の避暑地にやってきました。夏の恒例行事11回目を迎える日本大学軽井沢テニススクールが今年も日本大学軽井沢研修所を舞台に始まります。ふさわしい天気になりましたけど、ここは海じゃなくて、まあ、山の方になりますけど、本当にご苦労様でございます。大学と地域社会との交流、まあ、こういうようなテーマでですね、本学学生、生徒、教職員、それと地域住民の信仰を一層深めるためにとのがちょうど11回目で、まあ、今日はちょっと名簿を見させていただいたら、確か7歳から75歳まで男女問わずという形で大変喜んでおります。で、私と、山田女子部監督は仕事上、毎日のようにこうテニスに携わって、指導している、立場なんですが、何しろ学生の方は、選手なものですから、なかなか教える機会も少ないということで、ただ皆さんにですね、ご迷惑かけることがあるかも分かりませんけども、皆さんと一緒にですね、彼らも勉強ということで、頑張ってくれると思いますので、よろしくお願いいたします。軸丸選手です。拍手がないんですけど、彼は去年の、選抜ジュニア室内で全国大会で優勝しております。はい、もう一回拍手お願いします。和田選手、和田太一選手です。昨年インターハイダブルス優勝です。大学と地域社会の交流をテーマに、今年で11回目を迎える日本大学軽井沢テニススクール、皆さんを指導するのは現役バリバリの日本大学テニス部の選手たちです。参加資格を問わず3日間みっちりテニスができるとあって、定員70名のところ今回は100名を超える応募がありました。まずは簡単なテストを行い、皆さんをいくつかのグループに分けます。個々のレベルや目的に応じての指導が始まります。ラケットを握って間もない方が対象の初心者コース、モットーは楽しく練習することです。みんな3人同じところから来たの？どっから来たの？前橋市。前橋市。いつもはどうやって、誰かに教わってるの？テニスの教室に誘われたんで、友達にちょっと行ってみました。テニスの教室とこことどっちが教え方が上手いですか？こっち
ちの方が優しく楽しい今日楽しいです。テニスは一度仲良くなりさえすれば一生付き合っていくことのできるスポーツだからこそ最初の出会いが肝心です。力が入らないです。だから肘が体の前に来るように、体の前で当たるようにすると力が入るところで当たるんで、じゃあそっちのレッグがあって手を立てにで、体をボールを打つときにこうやって捉えちゃうとやっぱりダメなんで、できるだけボールを打つときは横向きになるんで、横向きになっていつもスイングしてるような感じわかります。そこで今年初めて参加しました。スポーツに自分の日でやったりして、休みの日に2人で一緒に教えてもらったり、すごいな、変な癖が直してもらっていいです。おばさん、どっから来たんですか？栃木です。栃木です。まあ OK、 よ、右足、そうだ、うまいね、よー、上から振った、おー、ハラミーは内緒、もっと前だね。うん、あ、お友達が去年参加してね、すごく良かったって、安くて若くてかっこいいコーチの方に教えてもらえて、絶対来るよ。そうです、いやいやだったんですけど来て良かったです。お友達ですか？いや、今日お友達だったんですね。一緒に、もうだってこっちで私やったことがなかったんで、握り方からちゃんと教えてもらったから、はい、良かったです。あとは引きすぎない、引きすぎない、とにかく引きすぎない、肘を曲がっちゃうから引きすぎる、そこからそこ、はい、そうそう、これも参加するじゃん、今年から初めてです。どういう系？あ、友達が一緒に参加して、友達上級でやってるんですけど、なんか頭の中ぐちゃぐちゃになっちゃったんですよ。で全然うまくなんか行かなくなっちゃいましたね。今までも誰かに教えてもらってたんですか？あ、はい、友達にちょっと教えてもらってやってたんですけど。友達のじゃあ教え方と違う？基本的に同じだと思うんですけど、ちょっとずつ違うところがあって、それでちょっと癖ついちゃってるのがなんか取れないみたいな感じで。よし、 OK、 そこから一歩足踏み出す。参加されるの今年何回目ですか？2回目です。はい。初だよね。1年生なんで。2年生です。あ、はい、ですか。どうですか、参加してみて。楽しいよね。楽しい。これもしなかったら普通の練習が向こうに。はい、そうです。ガンガン。できてくれるとね、分かったみたいなんですけど。リアクションもね、うん、結構面白いからね。冷めちゃうとちょっとこっちもね、テンション下がっちゃうけど、あんだけ乗ってくれるとやりやすく。よし、いいよ。あとは前に、前に乗って。はい、行きましょう。まだ横行っちゃってる。お、素晴らしい。暑い夏、ボールが見えなくなるまでラケットを振っていた私。皆さんと向き合いながら思い出すのはテニスを始めた頃の自分です。上級者のコートからはラケットがボールを弾く心地よい音が響いてきます。高度なテニス技術の習得による勝つためのテニス、これが上級者コースでの指導方針です。止まった時に振り出すと大体、ね、止まって振り出す、そうすると大体タイミング合いますよっていうことです。大きく小さく、ね、大きく小さく、あ、カメラ落ちた。テニス部の安藤治監督、サービス精神旺盛なその指導は参加者から絶大な人気があります。安藤コーチの指導を求めて毎年参加する常連さんもいるくらいです。
完璧。いや、私はいいっすよ。完璧ですか？ピース、違う。どういうきっかけで参加するの？あのね、ポスターを見かけたんですよ。あの軽井沢の駅前のお土産物屋にね、ポスターが貼ってあったんですね。それで、それがきっかけです。家の方でもやってるんですけども、みんな同じようなレベルでなかなか上達しないんで、長いんですけどね、ちょっともうあの我流ですから、きちんとした、スクールで勉強しようと思って。教え方どうですか？非常に参考になってます。3回目なんですか？すごく楽しいです、毎年。もうたまたまね、こちらに遊びに来た時に、新聞の折り込みを見まして、で日大でそういうのやってらっしゃると聞いたので、いいのかなって。で応募してみた。見たら、はい。から許可証をいただいたので、やったねっていう感じ。安藤監督はどう思ってらっしゃるか分かりませんが、こちらはもう全面的に気に入って。会費はどのぐらい？1万円だね。はい。それはあれですか、受講料？受講料っていうか宿泊費ですね。宿泊費、2泊3日の宿泊費。はい、いや、お得だと思いますね。ですから、このスクール自体のお金ってのはないんじゃないですかね。多分宿泊費だけだと思いますね。それで、2泊3日。3日間目いっぱい練習できますので、はい、相手に肩に背中に背負う、それで絶対村田さんがこうなって。今回のスクールに全てのテニス部員が参加しているわけではありません。女子の場合、定員を上回る参加希望者がありました。来たい人がいっぱいいて、なんかみんな平等に決めようってなって、アミダ君とか落ちた人もいるんです。そんな希望者多かった？あとみんな来たいみたいで楽しいです。でも自分の練習はあるの？ありますね。それを一応3日間休んでくる。はい、そうです。ここら辺は支障はないです。大丈夫です。うちらの部員はもうジュニアの頃からもうテニスばっかりで、高校ももうほとんど、まあ、勉強プラスもうそれ以外もテニスに 100% 費やしてまして、まあ、大学来ても授業以外はもうテニス一色ですので、どっちかというとこう今回みたいに一般の方となかなか触れ合う機会がありませんので、でまあ自分としてましても、まあ、テニスは一生懸命やりますけど、テニスバカにならないようにと、一般の人と接する時もちゃんと接しられる人間を作るようにと教育してます。もうちょっと前、はい、打点がちょっと後ろすぎるからあんまり飛んでいかない。こっちの場合は普段は選手として監督の指導を受ける立場の私たち、中にはテニスコーチの経験のある選手もいますが、教えるということについてはほとんど素人です。自分にはできることをできない方に分かるように伝えるということの難しさを改めて痛感します。上げるじゃないですか。で、全部こう上がる瞬間こうなっちゃってるんです。そのまま打つ前に体がこう開いちゃってる。小西さんの場合はちょっと開いてるんで、打つ前からもう正面を見せちゃってるんで、そこを小西さんどうですか、そうやって。なんか球がね、勢いよく出るような感じがします。やっぱり溜めといた方が、端から開いてるとどうもうまくいかないですね。ありがとうございます。ワンポイントやっぱりすごくありがたいです。人に教えると自分の悪い部分も見えてくるし、やっぱ基本的なことからやっぱり自分を振り返ることにもなるんで、はい、すごくいいことだと思います。自分でこう言葉にするっていうことで、で自分のプレーはどうだったかなっていう振り返る部分もありますから、なかなかその自分がプレーしていることって自分で気がつかないんですよね。ただ人の見て人に教えるって言葉にすることによって、あ、そうだったって気がつくことも非常に多いですから、
すごいこう大発見しちゃったみたいな、あの教えてて、あ、こう言えばいいんだ、こうすればいいんだってすごい発見があるんですよね。でそれが自分にとっても非常にこう勉強になると。もう25年ぐらいテニスのコーチやってますけど、あの本当に未だにそのいろんな発見があるんですよね。で、まあ、それは最後は結局基本に帰るということになるんですけども、自分としてはすごいなんかこう大事なことを発見したっていうようなことがあってですね、非常にもう今でも勉強の毎日ということですね。教えている側の私たちが実は自分の言葉に教えられている。参加した部員からよくこんな言葉が聞かれます。私たち日大テニス部員にとって軽井沢テニススクールの隠れた魅力はこの教える側も教えられているという点にあるのだと私は思います。いやおま、はい、日本大学軽井沢テニススクールの恒例行事に地元軽井沢高校のコートをお借りしてのテニス教室があります。軽井沢高校のテニス部員を中心に中学高校生を対象としたレッスンが行われます。あ、やべ、ダメだはい、はい、構え構え、はい、取れるよ、そうそうそう、はい、そう、はい、どうだ、はい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 、よいしょ、やっぱ、はい、どうだ、はい、足動かして自分が感じてることを あんまりうまく相手に伝えられない、自分の感覚的に教えてるとなかなか相手に伝わらないんで、それを言葉にして表すのがすごい難しいです。いい部分は吸収して、悪い部分、悪いっていうか、まあ、あんまり自分には必要ないなと思ったところはうまく流したりして、僕今までこうやってきたんで、あんまり僕もこう肘は何度どれぐらい曲げろとか、あんまり手首はこうするなとか、そういう部分にはあんまりこだわりたくなくて、フォームっていうよりも自分がすごいいい感じで打ってた時のことを具体的に思い出して、それをもう何回も何回も反復させるようにっていうのを強く言ってます、はい、高校生に混じって今年は東京から泊まり込みで参加した中学生の姿もありました。杉並区立西宮中学校のテニス部員たちです。コーチが日本大学の OB ということで、このスクールの存在を知り自分たちで応募しました。教えてもらってでやってみないかって言って応募した。どうですか、コーチの新しいコーチの教え方は。面白いです、面白い、すっごい面白いです、面白いです。どんなところが面白い。バラエティっぽいです。今ちょっと隠れてるんです。テレビカメラだから恥ずかしがる。本性が本性が始められてる。怖いな本当。4人も敵に回す。若くて元気くて本当楽しいですよ。自分もやっててそれ楽しかったし、はい。でも若くて元気っていうのはみんな男の子でしょ。まあ男の子ですね。そのちょっと寂しいですけど。ちょっと休んどいて。ボール拾って。やりたくて来てるからね。何年生？高2です。彼らは日大習志野高校のテニス部員です。いや、学校先生来ない。コーチとか先生とかなしでやってるんで。あ、そう。顧問の先生もいない。いるけど形だけみたいな。そう
言っちゃっていいのかちゃっていやいや似ちゃいますよやばいちゃんとスプリットステップ入れるとかスプリットステップどういうステップスプリットステップこういうペースです打つ前にちょっとやってみてどんな感じでしょう、うん、彼がやってみ て, て, みてこうこうやってやってから絶対打たなきゃいけない相手が打つ瞬間に少しこう地べたで動くよりも先に少しちょっとスプリットステップでステップ踏んであげた方が反応しやすいんですよだから必ずすごい基本的なことなんですけど意外と忘れがちな部分があったのでそれ結構細かく言ったんで彼らなんかすごい確認できたみたいななかなかじゃあいい経験良かったですね、はい、なんか1日目と比べたら全然みんな伸びてるのが目に見えてわかるんで教えがいがあります1日目はどうだったんですか1日目は基礎を一応教えてたんですけどある程度やっぱり普通に打ってた子たちだったんですけどなんか基礎じゃないことを今日応用みたいなのやっててもどんどんみんな練習以外にも自分たちで練習したがってやってるんで飲み込みが早くしていいですいつも受け身の立場なんですけど今回は逆の立場で教えるっていう立場になって逆にその教えてて僕らが感じる部分っていうものをまた何ていうの感じる部分があってそれをまたこれからの選手としてやっていく上でもすごいプラスになるんですごいいい経験させていただきましたなんか初心に戻れる気がして ね、はい、いいね楽しいですか楽しいですこっちも勉強になりますねはい普段接することのない方とテニスを通じて仲良しになる。テニスに打ち込む毎日を送る私たちにとって、それはリフレッシュを兼ねた素敵な時間です。一方、テニス部にとって、夏はインターカレッジ、大学対抗リーグ戦と大きな大会が控える大切な時期でもあります。できない。あ、これ失礼ですよ。じゃあ、行ったら、ポンと止まるのに。このままもう。これはもうずっとこうやって吠えてるから今コースが分かる気がないけどさ試合とかになったらコース分かんないでしょだからスプリットステップをちゃんと入れないわかります今から頑張るあ、はい通常だったらこれ練習がある時間をお休みにしてそうですね今日はですね今日というか8月これからインカレがありますので、うん、インカレに出る選手は今日練習してます大学でそうするとじゃあ下級生が中心に教える、下級生もそうですけど上級生もいます、はい、そうですかあそうするとあれですかここにじゃあ今来て教えてる生徒さんは、はい、インカレ出たくてもちょっと漏れちゃったというこの間関東学生という大会ありましてでその大会で上位に進出した選手は大学の方で今練習をやってますインカレの選手で今回来てるのは3人だけです選手の方にじゃあ来年もまた来たいですねなんて質問しましたけど、はい、本当はじゃあインカレの選手になって本当はそうですねインカレがありますから、うんまあ、ここに来るということよりも選手として試合にやっぱりインカレに出るっていうのが一番の目標ですから、うん、本当は頑張ってほしい全員インカレに上がってほしいということになりますね楽しいスクールの陰に一選手としての私たち自身の戦いがあるこれも軽井沢テニススクールの隠れた一面です競技者たるもの顔では笑っていても結構辛いんです課長の山中でございますスクール2日目の夜恒例の懇親会が研修所で行われました今回のスクールを陰で支えてくださったのは日本大学学生生活科の皆さんですありがとうございました自分でもちょっとなんか上手くなったなって感じするどうしないか盛り上がってますみんな上手くなってますあれ、今のワンワン。
僕は箸を使いません。日本大学の目標としては僕は全然出られないんですけども、王座に出て優勝するっていう目標なので、皆さん日本大学のことを応援してください。あ、ひげ剃り忘れてすみませんでした。あ、本当ですか。はい、じゃあ、先輩がケーキ一口で食べます。やります、やります。ちょっと抜いちゃおう。抜いちゃおうとか言って、カメラに来て、カメラに来て、そう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 。めっちゃ緊張してます。自分の良くなっててよ、ぜひ。なんか安藤コーチの教え方がなんかとてもよく分かるやつ。なんて笑うの。伝えれば。布巻き一口で食べます。無理だよ。お、うまい。よし、ナナミさん、今まで振り切ってね。下から上だよ。オッケー、尻尾作って、はい、ボール見て、ボール見て、はい、よし、2周目、オッケー、はい、ナナミ、打てるよ、頑張って、よし、はい、よし、オッケー、あ、惜しい、よし、今3周だ、ボールが落ちるまで待たない、はい、最後の練習です。今年覚えたことを忘れないでくださいね。1年間しっかり練習を積んで、もっともっとテニスが上手くなった皆さんと来年このコートで会えるのを楽しみにしています。よし、うまい、スペちゃん、よし、オッケー、そうよ、はい、チェリー、これ見て、オッケー、ミオ取って、オッケー、うまい、はい、予測してね、ボール、よし、そうそこそこそこ、惜しい。下下下。はい。いいよ。いいよ。はい。変わらない。そう言わないでくださいよ。変わってない本当に。ゆかりさん、去年もなんか似たようなこと言われてましたよね。誰に言われてたっけ？あ、そうだ、言われてた、言われてた。そう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 。ありがとうございました。ありがとうございました。教える側も教えられる側も参加した一人一人が少しだけ今までと違う自分になれる場所、軽井沢テニススクールのコートはそんな空間です。お疲れ様でした。またね、来年も来てね。終わっちゃった。来てね。ここ日本大学軽井沢テニススクールのコートでお会いしましょう。それまで皆さん、どうかお元気で。